やっぱり散財止まりません。オーディオの沼はやべえぞ。はい、というわけでどうも、カズヤンレルのカズでございます。やっちゃったよ。視聴者さんからのリクエスト結構多かったやつ、今回購入してみました。というわけで本日の散財品が、じゃじゃんと、こちらソニーから発売されている HD-A9 という、ソニーのホームシアターシステム最上位のスピーカーとなっております。価格言っとくと20万円ぐらい。まあホームシアターもうほんとピンキリだからさ、20万で言うとむっちゃくちゃ高いかっていうとそこまではいかない。ただ、ここ最近ですね、サウンドバー的な一体型のやつ、そこら辺がねかなり飛躍っていうか、私がね昔ホームシアターバチバチにやってる頃と比べると飛躍的になんか能力がアップしたということで、かなりコスパのいいモデルが出てきてるんですよ。ほんでまあサウンドバーで言うと、はい、こちらですね、ソノス、これソノスのサウンドバーで、ちょっとランクはね下のやつになるんですけども、まあいいんだよね。ただ、一つ欠点として、ど正面に置かないといけない。ほんで今私のこの環境下、正面にあんまスピーカー置きたくないなっていうのもあって、これねすげえ面白い商品で、さすがソニーみたいな。ちょっと裏面見てみると、さあこれなんすよね、これこのファントムスピーカー、要はそこにスピーカーがあるかのようなね錯覚をしてしまうんですよ。だから合計最大12個、上の方にも12個の、ファントムスピーカーを感じることができると言われておりまして、もうねもうぐるんぐるん回るみたい。いやすごくない？ていうか楽しくない？これスピーカーの設置する場所かなり自由度が効きそうな感じなんですよ。実はこれ高さもね、それぞれ別の高さになってもいい。なぜかというと、スピーカー本体に、マイクが仕込まれていて、ある程度のそれぞれね距離感とかを測ってこんぐらいで調整しようみたいなことがなってるんですけども、天井までの距離がね、おすすめが1メートルから4メートルかということで、一般家庭において天井付近に置けると1メートル未満になるので、設置環境としてはよろしくない。まあ、これ見てわかるように、このねこの天井の跳ね返りの音とかもこれ利用してるんですよね。ほんで私の家の環境下で言うとどうなるのかね、ちょっと楽しみ。ただ一つ、見てみると、この空間が広いとね結構これがねいい感じに動くかもしんないみたいな書き込みもあったので、ちょっと楽しみでございます。ほんでこの音、何のものに対応してるのかというと、ドルビーアトモスやら DTSX、ほんで360度リアリティオーディオ、まあまあまあもうごちゃごちゃといろんなものに、対応してる。 Spotify みたいな公式で対応してんだね。エアープレイ、スポティファイやら、クロームキャストやら、もう何でも対応してるし、音声認識ね、アレクサも OK グーグルもいけるということでございますね。いや、これいいじゃん。そんで将来的な夢としては、別荘を作った時に、こういったシステム置いてみたい。はい。ミドルレンジかミドルハイを目指すみたいなね、環境としては、はい、そんな感じでいきたいなと思います。さあというわけで、結構これねすごいちっちゃいね、なんかちっちゃいイメージだったんですけど、ちょっと大きそうなんだよね。はい、まあ開けていきましょうか。うわ、もう結構でかいかもこれ。こちらがハブ、これ、どういう風になってるのかというと、今回スピーカーですね、スピーカー用のケーブルでつなぐ必要はないんです。要はこのね親機から電波がビビビーとなって、他それぞれねコンセントでつなぐだけだから、結構ねケーブルの縛りから逃げられるっていうね。ただやっぱこの無線は無線だから、音の途切れ、そこら辺もちょっと心配な点ではございます。書いてありますね、音が途切れたりノイズが発生する場合は下記解決先を試してみてくださいということで、接続有線をワイヤレススピーカーとか、なんかいろいろ対処方法もあるみたいです。そんでこっち背面見ていきます。背面見てみると、これ HDMI 入力するんですよ。これで音声の入力になるんですけど、他にもこれセンタースピーカー出力とか HDMI 入力あるんですけども、こっから出力させる、要はパススルーのねこの出力ができるようになっております。ほんで LAN も直差しができるようになってますので、可能であればね LAN 接続できるんであれば LAN 接続が有効でしょう。そしてよ、うわ来た、うわでかっ。でかいとは聞いてたけどさ、もう一回でかかった。というわけで、これがスピーカーでございます。でかいよソニーさん、これは大きさで直径これ多分35センチ近くあるよね。これ30センチちょいあると思う。これほんでまあこう見えるようにスピーカーが入ってて、ほんでこれ多分上向きのスピーカーとかも入ってるんだろうね。指向性の強いスピーカーがねちょこちょこと多分ねこれ入ってるんだと思います。ほんでマイクも入っていて、ほんでこれもう一つポイントとしては壁付けができるようになってます。多分ここだね、ちょっと待ってね、
ちょっとまあ後で開ければ。あと、スピーカー音にこれ背面 RR 書いてあるので、多分これリアのライトって意味だと思うわ。リアのライト、それぞれ置く場所も決まってるみたいでございます。ほんでこれできるだけこのケーブルが隠れることができるように、こっからちゃんとね、ほらこんな感じで通せるようになってるので、電源つけるときは最短距離目指したいなと思います。とりあえず1スピーカー、2つ目、3つ目、はい、4つ目、以上です。そんで今回この4つのスピーカープラスアンプ的なちょっと存在のやつ、これで20万なんですけど、私が昔ホームシアター組んでた時はアンプが10万円ぐらい、そしてスピーカーが全部で40万円ぐらいだったので、安いです、それに比べるといい時代、はい。まあ、ちょっといろいろ接続していきますが、まあ、これ電源なんですけど思ったより短いです。これ 1.5 メートルぐらいかな。ただこの裏が結構優秀でさ、この中で結構隠せるようにしてんじゃねえのかなと。ほらほら、やっぱそうだ、結構いなせるようになってるみたいです。これ優秀だね。ほんでこっちはフロントリアなので、テレビ正面にして右側の方に置くといった感じですね。ほんでおそらくスピーカーそれぞれあるってのが、こっち多分ね、内側にちょっと向いてるスピーカーがねあるんだと思う。これでこれまあ4つそれぞれ電源に挿していきます。さあでは次がこの親機だね、テレビへの入力をしていきます。まず HDMI で、ほんで相手先が EARTC 端子のテレビに接続ということで、これ結構ないテレビあるのでお気をつけください。ほんで電源、よいしょ、一旦こんなもんかな。ほんで今こっちに入力あるので、本来であればこっち側に、まあ、DVD プレイヤーでもいいし PS5 など入力して、こっからまたテレビに映像を出力したりとか、いろいろ方法あるみたいですね。そして電源ポチッついた。 TV セットアップってなってる。来たで。本機の基本的な設定とサラウンドの最適化を行いますか。やっていきましょう。いきます。はい、見本を開始。来た。これこれ、お使いの環境に合わせてサラウンドを最適化します。最適化には1分ほどかかるんですけども、大きな音だったりスピーカーの前を遮ったりしないでください。はい、一旦これでやってみます。だからスピーカー移動したらまたそれに合わせて最適化をするといいんじゃねえのかなと。はい、わお、うわ、いや、もっとき、うわ、できた。はい、ちょっと機能紹介いきましょう。アレクサ搭載デバイスを使って音声で本機の機能を操作できます。360度リアリティオーディオに実現する新しい音声フォーマットに対応しております。デモサウンド、おお。いや、ウーファーもちょっとこれ入ってるとかってことで、いや、サブウーファーもこれ別売でね、4万とか8万円ぐらいのやつ出たはずなんですけど、めっちゃ効くやん。わ、スポティファイとかいろいろ、なるほど、これからつまり再生できるってこと。超楽しいんだけど。ちょっと待って。次、ちょっとこれも。母さんも歌ったからね、この前。歌ってみたのをちょっとコラボしたんだから。いいな、これ。今まず、ただの Spotify のやつで、ドセンターからしっかりとね、聞こえてくるわ。5.1 サラウンドぐらいの疾走感ということで、いや、ワイルドスピードかっこいいよね。で、上の方に書いてある、5.1 サラウンドとか書いてあるでしょ。ちょっと待って、いろいろ見せれないけど、めちゃめちゃいいよ。今ワイルドスピードのカークションの部分見てたんですけど、回る回る、センターもいらんねえ。ちゃんとねファントム化できてるわもう車の疾走感よ、疾走感。そんでね、リモコンで基本的にオートでいいと思うんだけど、まあ、メニュー設定ができるんですよ。ほんで今日も結構簡単で、ミュージックモードやらシネマモード、スタンダード、ナイトモード、いろいろある、うん。ほんで使ってみて、途中シネマモードにポチって押してみたんだけど、1段階上がった気したんだよね、この低音の厚みというかさ。ほんで今回使ってみて思ったのが、いいのは置いといてね、低音が結構強い思ったより低音強い。逆にその音楽聴くときにね、ちょっと低音強すぎんかってぐらい、ちょっと低音をちょっとね落としたいなぐらい低音がね強すぎた感じがした。ちょっと待ってね。
そうだね、やっぱ低音強えこんなもんなのかな、低音強えっていうことで、このナイトモードをやっとくと、この低音結構響くんですよね、この壁とか貫通しやすいので、周波数的に。なんで、そこら辺だいぶカットできてて、自分的にはこのちょっと高音中心の歌になってくると、こっちのがね、まあ聴いてて気持ちいいかなっていう感じはいたしました。設定でもうちょっとね、あの低音部分下げてもいいのかなっていう感じではあります。いやー、というわけで今回ね、これ導入してみたんですけど、 HT の A9 いいです。思った以上にちゃんと空間作ってくれるしさ。ほんでもう一つポイントとして、今音楽の時に低音聞きすぎるからちょっと下げてとか言ったけど、思った以上に低音が効いてるんで、この映画とかそこら辺のその相性の良さで、ドンパチモンのねやつとの相性の良さすげえんですよ。このね、低音の抜けが気持ちいいというかさ普通に良かった。だからこの改めて、本当はサブウーファーって方がね、もっと地響き的なグワーみたいな、そういったあの低音の響きはあるんだけど、普通にいいかなっていう気分にさせてくれました。ただこれね、やっぱ実際聞いてみないと何ともこの判断での難しいと思うんで、ソニープラザとか確かそっちの方に行くと置いてあるはずです。いや、一回そこでね聞いてみていいわこれ。いや、ちょっと壁付け、これ将来的に工事考えないといけないなっていうレベルになってきましたこれ。接続も簡単でいいよね、この今 ARC 端子でっていうか、この HDMI で繋いでるんだけど、このテレビ自体にね、この端子さえあればテレビ自体に PS5 とかね、 DVD レコーダーやらなんやらって接続しても、これ出力で音がねピッと出るようになってるので、あのすごい接続簡単だと思います。ほんでプロジェクターにしても、こっち側のプロジェクター使う場合は、まあ PS5 からこっちの方に入力して、ほんでここの出力を、先っちょをプロジェクターにするなどなど、そんな感じで対応することが可能となっております。ただこのオーディオというのは沼というものでね、ヤマハやら、そしてオーディオテクニカやら、本当にいろんないいものがあるんですよ。とりあえず今回の私の部屋で言うと、間違いなく目立たない対象で言うとこの子たちになってくるので、ちょっと将来的に頑張ってあの設置の方を進めてみようかと思います。というわけで、今回は HDA9 のご紹介でございました。